バーノンブールバード、ジャクソンアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の駅である。クイーンズクロングアイランドシティのバーノンブールバードと、ジャクソンアベニューの交差点に位置するような駅名であるが、実際は、交差点より少しずれた50番街に位置し、7系統が終日、7系統が21時30分までのラッシュ時に、混雑方向へ向かう列車が停車する。 駅名が長いため略してバーノン・ジャクソン駅とも呼ばれる。駅は1915年6月22日の IRT ・フラッシング線5番街駅等駅間の延伸開業とともに線路2線と相対式ホーム2面を有した2面2線の地下駅として開業した。なお、開業当時はバーノン・ジャクソンアベニュース駅という駅名で、 1916年2月5日に線路がハンターズポイントアベニュー駅まで伸びる約5ヶ月関東駅はフラッシング線の北側の終点駅であった。1955年から1956年にかけてホーム有効長を11両に伸ばす工事が行われた。南広報部への入り口駅に停車中の旧型車両駅は2面2線の構造で、 南北線の間は黒い壁で遮られている。ホーム上には等間隔に黄色の柱が立っており、ニューヨーク市地下鉄標準の黒字に白の駅名標が掲げられている。ホーム壁面は白タイルが並べられているが上部には茶色と金色の汚線が入っておりその下にバーノン、ジャクソンアベニュー S と書かれた駅名がある。また、バーノンアベニュー、または、 ジャクソン・アベニューと書かれた出口の方向を示す印も掲げられている。当駅には改札外がないため全ての改札口はホームと同じ木沢橋にある。また、南北ホーム間を行き来することは不可能である。なお、フラッシング線内で改札内で南北ホーム間を行き来できない駅は当駅と40丁目、ローリーストリート駅の2駅のみである。終日開いている改札口は、 駅の西側にあり、回転式改札機と地上への階段、南広報部側には切符売り場もある。地上への階段は、バーノンブールバードと50番街の交差点西側に出ている。交差点南側の階段には、駅名と停車系統が表記されている黒い案内看板は設置されていない。反対の駅の東側には、無人改札口がありこちらは、 ジャクソンアベニューと50番街の交差点へ出ることができる。ありがとうございます。